はい、久保さん、こんばんは。覆面 YouTuber、タカでーす。さあ、今回は気になる男第114話 ?4 話ですね。動画を3ついただいてて、どれのキーワードを引っ張り出そうかなって思ってて、いろいろ考えてたら、今日はあっという間に時間が経ってしまって、もうタイムオーバーなので、一つだけの動画だけ送らせていただこうかなと思います。全部本当に参考になってすごい作りたいなと思ったんですけど、残念、ちょっと時間が足りませんでした。はい、ということでちょっと行きますっていうか、110話を進めさせていただきます。ということで今回はですね、一つやっぱり自分に一番足りない部分というか必要なことをやっぱり話したいなと思っていて、ちょっとこれを取り上げさせていただきました。これですね、お金を稼ごうと思ったら商品を売らないといけないっていうところ、いや本当にその通りだなと思うし、まあそれができれば一番最高というか、まあこれをやんなきゃいけないっていうところになってくると思うんですけど、まあ、YouTube 広告収入で稼げるっていうことが非常に魅力、まあ、まずは自分はそこから入ったんですよね。あ、広告収入で稼げるのかと、これすごいなと。なるべくその人と話したくなかったというか、なるべく一人で作業を進めたいっていうところがあったんで、まずそこから始めたんですよね。で広告収入、まあ、稼げるようになったら今度はもう次のステージに行かざるを得ないというか、まあずっと広告収入で稼いでてもねっていうところにやっぱなって行き着いちゃったので、まあ、結局、まあ、自分で商品作って、まあ、売ることをして、まあ、大きな利益を得るっていうところになったわけで、まあ、そのおかげで、まあ、塾を運営することになって非常に、まあ、自分としても塾運営することがかなり充実した、まあ、人生になっているのでありがたいなっていうところもあるんですけど、まあ、お金を稼ぎたいなら商品を売らないといけないと、まあ、もっとこれを分解すると目の前の人にお金をくださいという声に当たりますというのが、まあ、久保さん言っていただきましたし、まあ、まさにその通りかなと、まあ、そして、まあ、それを連続してやっていかなくちゃいけないというところになるというところ、じゃあこれがそのもしできない、じゃあなぜできないのかっていう分析をもう久保さんから答えをいただいてて、まあお金をくださいと、まあ、正直に言えない、それに対して引け目があるならば、それっていうのは自分が紹介するサービスに対して、まあ、レベルが低いことを認めることになるんじゃないかということであり、さらに、まあ、自分のサービスを受けなかったら、まあ、もったいないですよって言えてないと。もしそうであったら、もしそうであるなら、その商品価値やサービスレベルを向上して、自信を持ってお勧めできるようにしましょうよっていうのが、これは本編じゃなくて多分補足動画の方だったと思うんですよね。やっぱどうしても自分は補足動画の方が効き目抜群というか刺さりますのでね、やっぱりここをすごく意識したいし、やっぱりそのこれから大きな売り上げというか成長、自分が成長していくためにもここっていうのをしっかりマインドとして落とし込まなきゃいけないなっていうのはすごく思っていて、これも気になる男シリーズで何度も言ってもらってたと思うんですけど、お金を稼ぐとかお金をもらう、お金を稼ぐ、まあ、お金をもらう、あと借金する人からお金を、まあ、もらう一緒か、まあ、借金する、でも究極的にはキャッシュは変わらないと、人の財布から自分の財布にお金が移動していく、人の銀行口座から自分の口座にお金が移動していくっていうことの、そのキャッシュの意味では何も変わらないと。商品を売る場合は商品を介してお客様からお金をいただくことになると、借金とかする場合も、人からお金を借金する場合もそもそも商品すらもない交渉でやっていくっていうところ、
まあ、いずれにしてもお金をもらうことには変わりないと。まあ、ということで、まあ、最近このシリーズでいつもお話しさせていただいているこれですね、まあ、脱初心者講座 YouTube の脱初心者講座のお話、まあ、ずっとさせていただいてます。まあ、2週間で3000円っていう、まあ、問い合わせは無料ですということで、まあ、ずっと言わせていただいてるんですけど、ちょっとこれに対してカリキュラムのお話もずっとしてないな、ずっとしてなかったなと思うんで、ちょっとそのお話もしようかなと思って、ここからちょっとカリキュラムの話だけをさせていただきたいなと思います。まあ、そもそもこの2週間3000円コースですね、2週間3000円コースっていうのは、まあ、どういうカリキュラムかと言いますと、まあ、ここですね、まあ、自分の覆面 YouTuber アカデミーの軸のポータルサイトの初級編のところを抜粋して、一つ一つ毎日メール講座っていう形、まあ、動画でこの一つ一つが動画になってるんで、それを毎日メールでこうステップバイステップかな、1日目は初級編1、2日目は初級編2みたいな感じでこう送っていこうっていう、まあ、ものにしようと思ってるんですけど、まあ、それにしてるんですけど、まあ、ちょっとねこれだと見えないと思うんで、初級編とかがね、ちょっともうちょっと拡大して、こちらのね初級編を2週間でマスターしてもらいますということで、まあ大体13個か14個あるんで、ちょうど1週間になるかな、2週間になるかなと思ってるんで、まあ、ちょうどいい塩梅かなということで2週間になったんですね。じゃあ1週目は何するかなということで、こういうところですね、まあ、アカウントからチャンネル解説をしてもらおうかなと。本当にもろ超初心者なんで、まあ、脱初心者っていう形なんで、本当にその Gmail をもう新しく取るところからですね、まあ、みんな持ってると思うんですけどね。で、YouTube に初めてログインする、まあ、これもできてるような気がするんですけどね。ただ、このチャンネルを作成したり、まあ、アイコンを作るみたいなところから始めてもらえばいいのかなと思ってて、もしかしたら1週目は実はもうどんどん飛ばしちゃう、もうこれじゃ足りないって言われるかもしれないですけどね。まあそういうことになるのかなと。で、2週間目が本番ですね。本番ということで、チャンネルのトップページ作ったりだとか、まあ、あとは動画のデフォルト、動画の設定とかですね、細かい基本設定だったり、あと初めてアップロードするとかね、そういうところのお話を動画でできるんじゃないかなと。まあ、これだいたい1週間、2週間あればね、これ絶対できると思いますんでね。うん、まあ、これはいくらね自分ができるできる言ってもまあしょうがないんで、じゃあちょっとねこの初級編を受講した塾生さんが本当にこの2週間ちょうどいますんで、まあ要は体験プログラムっていう形で塾に入ってもらっていて、そしてちょうどこの初級編を2週間ちょうど今2週間かな、10月、まあまだ1週間しか経ってないですね、10月11月1日から一緒にやり始めたんで、なんでまあちょうど1週間ちょっと10日かな、10日経った時点でどうなったか、まあ、チャンネルね、この初級編を見てどうなったかって言いますと、まあ、こんな感じですね、こんな感じ。まあ、本当、いい感じに仕上がってるんですよね。まあ、いい感じに仕上がってるって言っちゃってるんですけど、まあ、本当に、なんだろう、まあ、ちょっと細かく説明すると、よいしょ、まずここですね、ここのトップのデザインっていうのをしっかり作ってますと。で、アイコンしっかり設定されてます。そしてタイトルしっかり決まってます。あ、チャンネル名しっかり決まってますと。なんで分解すると1番、2番、3番って感じでしっかりいろいろ設定できてるんですよね。これも本当に通常見るのはこれ当たり前の画面なんですけど、初めてやる場合ってこういうところを設定していかなきゃいけないんで、で、ここ4番はここですね。ここはその自動でおすすめしたい動画っていうのをトップページに持ってきて自動再生するっていう仕組み。これをもうすでに入れている。そして、ここですね。自分の動画を、まあ、こうアップロードしてるんで、もうこれアップロード結構してますね。1、2、3、4、5、6個。もう6個してますよね。6本設定してるんで、まあ、本当にすごく頑張ってるな。本当に1日1本出してるんで、ちょうど、そうですね、非常にいい感じですよね。まあ、こんな感じで1週間も、実際は2週間経たないうちにこれだけできていると。まあ、非常に
意味のある講座なんじゃないかなと思っていて、本当に初心者向けに作ってますんでね。で、さらに、まあ、概要欄もこんな感じになっていて、まあ、パソコン苦手ですけど、私が YouTube の初挑戦っていうことでしっかりね、書いていて、本当に YouTube 見るだけだった方だったんですけど、この岡江理子さんは、今回入っていただいたんですけど、これが、この方が本当に YouTube に初挑戦言ってるのにもう10日でね、ここまでできてるんで、もう全然もう初心者、完全に脱初心者になってるんで、いやすごいいい感じなんじゃないかなと思うんですけど、ね、自分から見てもこのね、チャンネル見ても、いや、なんかやっとるなって感じになりませんかね、普通に見て。と思って、はい。ということでね、このね、岡江理子さん、まあ、著者もね、本も50歳から始めるオンラインビジネスっていうことで、本も出してるね、岡江理子さんがね、もう YouTube をさらに極めていって、どん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 こう、新しく挑戦してるっていう感じなので、もうちょうどね、私の塾に、自分の塾にね、入っていただいて、本当にありがたい極みでございますんでね、こうやってね、どん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 自分の持ってるスキルがあれば、どんどんこうやって、伸ばしていってるんで、 YouTube の魅力をさらに自分自身引き出せることができるんじゃないかなと思っていて、非常にいいきっかけになったんじゃないかなとは思ってるんですね。まあ、ということで、ね、まあ、ちょうど今塾生さんもね頑張っていますんでね、もしこの YouTube これから始めてみたい方、そしてねこの気になる男シリーズ、まあ、せっかく見ていただいて、さらにね YouTube まだ全然やってないよっていう、見てるだけだよっていう方に対しては、まあ、今までやろうとして、まあ、一歩進めなかった方、もしねいれば、まあ、自分とね一緒にこう、まあ、この2週間に関してはね、本当に質問も全然受け付けますんでね、一緒にやっていけるんじゃないかなと思って、それで、そしてやっぱりこの2週間っていうのが結局基礎になって、あとはもうねやれるようになると、もしかしたら自分一人でもできるようになりますんでね、このきっかけさえ掴んでもらえれば、本当にすごくいい、充実した2週間になるんじゃないかなとは思ってますのでね、ぜひ脱初心者ですね。脱初心者、本当に初心者の方なんで、脱初心者の方が本当に必要な講座っていうなってますんでね、まあ、ぜひご興味あればお声かけください。そして、さっきね、ちょっと問い合わせが来たんですよね。本当、今、さっきなんですけど、ちょっとその問い合わせが全然もうこれじゃなくて、通常の全然関係ない問い合わせかもしれないですけど、ちょっとね、まだ今ちょうどこれ撮ってる最中なんで、ちょっと見れないんですけど、まあそういう方もいるんでね、まあもしかしたらね、ご縁がありましたら、ご連絡いただければね、何かきっかけつかめるのかなと思いますんでね、ぜひよかったら連絡していただけると嬉しいです。はい、ということで、気になる男第114話、ちょっとね、最後はこうやっていろんなお話しさせていただいてるんですけどね、まあ、自分にとってもこうやって自分の塾の講座に対してそこを切り取って、価格を落としてこうなんだ提供するっていうことも結構初めてなので、まあ、こんな感じでいろいろできると非常にいいかなと思っていますし、まあそれがね、これ聞いてる方の誰かの本当にためになるっていうことになると非常にいいのかなと思ってますのでね。まあよかったらタイミングがあれば声かけてください。はい、ということで、気になる男第114話こんな感じで終わっていきます。続きは115話ですね。115話、久保さん、次回またよろしくお願いしますと言っても、これを撮ってるのが2時47分なんでね、早く送ってしまわないといけないなと思いますんで、すぐ送る。もうこれを撮ってアップロードして、久保さんに送ろうと思います。はい、ということで、ここまで聞いていただきありがとうございました。覆面 YouTuber 高がお送りいたしました。ありがとうございました。